こです。2022年のお盆休みが終わりましたね。今年は、行動制限がねかからなかったので、久しぶりにね長期休暇を利用してどこかねお出かけになった方も多いかなって思います。それからねやっぱりお盆ということで、実家にね帰省してお墓参りに行ったり、お線香あげたりしてね過ごした方も多いかなと思います。そのねお盆でね使われるこれ皆さんご存知でしょうか。じゃーん、パッ、ね、知ってる、見たことあるでしょ。これねマコモって言われるもので、お盆の時にこう仏壇のね前に、まあ、盆棚って棚が置かれて、そこにねお盆の飾り物やお供え物が置かれるわけですけれど、そのねこれを飾るためというか置くために敷かれるござです。マコモってまさにこの植物の名前がマコモです。イネ科の植物で、水辺にね、生息します。同じねイネ科のお米よりもねぐーんと背が高くって2メーター近くになるそうです。その資料によればね、もう縄文時代にはね日本あちこちに生息していた植物だって言われています。もうねなんかこれを見るとお盆だなっていうイメージしかないですかね。皆さんどうですか。私もそうなんですけれど、でもねこれねよく見てください。ちょっとお盆のイメージを一回置いといてね、素材として見てみたらとっても素敵なんですよね。このラインも素敵だし、色もいいし、質感もちょっとこのマットな感じでよくって、そしてね香りが、新しい畳とかね夏に敷く小座の匂い、なんか爽やかっていうか懐かしいっていうか、本当にね夏の香りがします。ね、本当にこれが綺麗で、いつもねこれねなんか綺麗で使えないかなって思ってて、ただねこれまさにうちの実家でねじいちゃんばあちゃんの仏壇の前で使った使用済みのものなんで、これをね使うのはどうなんだろうなって思いつつ、でもねさっきねお線香をあげてじいちゃんばあちゃんもうちょっと使わせてもらうよってね許可取ったので、私はねこの使用済みのマコモをねちょっと一工夫して8月いっぱいぐらいねお花を飾ってね楽しんじゃいたいと思います。さあそれでは行ってみましょう。スタート。完成です。できました。見てください。やっぱりねこのマコモ素敵ですね。こう作品にしてみたらねやっぱり素敵だったなって、間違ってなかった、やってみてよかったって思いました。このねカサカサとしてマットな雰囲気もとっても素敵だし、それからこの抜けたようなグリーンがねなんとも自然な風合いで素敵だし、香りもいいし、そしてねこのスパッとこう直線ラインも美しいですね。
合わせる植物なんですが、このマコモが持っているこの直線ラインにね、対比するように曲線のね、美しい植物を合わせてあげるととってもね、素敵になると思います。今日はたまたまね、私家で育ててる鉢物のサンパラソルっていうね、この夏らしいつる性のお花があったので、それをねチョキチョキして飾ってみたらね、とてもあったんですけれど、この他にもね、例えばアイビーとかリキュウソウなんかもね、とっても素敵かなって思います。そういったつる性の葉物を入れてあげた後で、ポイントで 1,2 輪色のついたねお花を合わせてあげるとね、バランス取れて素敵なアレンジに仕上がるかなって思います。ぜひね、この夏やってみていただきたいんですが、もうね、ちょっとお盆が終わっちゃったので、このね、マコもね、もう売られてないかなって思います。もしね、まだ処分してなければご先祖様にね、一声かけていただいて、ちょっとね、もう少し使わせてくださいって言ってやってみてください。最後にね、やっぱり仏様の前で使用したものですので、処分の仕方についてね、お話しさせていただきます。このマコも、処分する際は、一つはお寺さんにね、持って行って、お焚き上げをしていただくっていう方法です。で、もう一つ、もうちょっと簡単にね、自宅で捨てられたらいいなって思う場合には、このマコモにお塩をね、振っていただいてお清めをして、そして白い紙で包んで、で一般ゴミとして出してくださいね。お盆がね、過ぎたとはいえ、まだまだ暑い夏は続きます。ぜひ皆さん、体に気をつけて元気いっぱいでこの夏を過ごしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。